もうマジやばいんだけど、うん、コロナ全部仕事なくなったんだけど、ね、舞台も収録も飛んだ。私も前日に撮影中止って言われた。ある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 。じゃあさ、うちらで映画作ろうよ。映画？コロナ禍で表現の場を失った私たち3人の女優はついに立ち上がったのです。誰？そちらこそ。同じ男性を愛した3人が彼の葬儀の夜に鉢合わせ。私は彼の本命だったの。私にプロポーズするつもりだったんだよ。セックスあんま上手じゃないんでしょ。いろいろ間違ってます。泣き叫び罵り合い、女たちがたどり着く真実とは。監督、私たち映画作りたいんですって言ったら、まさかまさかの50本目記念作になってしまいました。帰ったら大事な話がある。全女性に送る愛と性と欲望の喜劇。トゥルース、かしましき弔いの果て。もって、いや、その父偽物かい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとご時世なんでマスクはちょっと最後だけ一瞬外しますけど、すいません、マスクの守りを出してください。シークレット上映って、まあ、みんな知ってるんですけど。そうですね、もう見られた後なので、ね、皆さん、はい、ご存知ですね。だから、まあ、犯人ばらさなくていいってことですね。犯人はいませんね。まあ、ある意味これ答えってことでいいですか。これちょっと不思議な風景だと思うんですけど、あの時の子です。この人は妊娠中にこの作品を撮ってるんです。そうなんです。何ヶ月でしたか。4ヶ月でした。だから出演者なんですね。そうなんです。見えてなかったけど。はい。じゃあ、あの雪がかり上、じゃああなたから自己紹介してください。はい。いやいや、君だよ。ああ、すいません。私親の方だ、親。失礼いたしました。はい、私福宮彩乃と申します。マロン役で出演させていただきました。今日は本当にありがとうございます。はい。いや、あなたどこ出身なの。西の宮でございます。西の宮、愛する西の宮でございます。近いね、近いね。近いです、近いです、はい、もう里帰りついでに違う、これのついでに里帰りをいたしまして今、本音が出た。違う、逆逆、私日本語が不自由なんですね。どうせついででしょう。違う、これのついでに里帰りさせていただきましたので父親が喜んでいるところでございます。はい、はい、じゃあ、広山さん、自己紹介してください。はい、九条駅でおりました、九条真由美役を演じております、広山琴葉です。今日はありがとうございます。頑張れ。はい、大丈夫。はい、はい、じゃあ自己紹介してください。言えた。はじめまして、河野と言います。小林さんの役で出演させていただきました。新幹線降りるときに絶対九条は九条駅を降りたことを絶対よって言ってたんで、よく待ってました。ちゃんと、はい、ちゃんと、あまりゆかりがないんですけども、今日こうやってイベントさせていただいて光栄です。よろしくお願いします。はい、監督役の堤でございます。監督役、そんな出演者いらっしゃいました。演じてないですね。私66歳なんですけどね、なんとこの映画が50本目になるんですね。イエイ。大阪のお客さん、ええわ。エセ関西で。ちょっとね、反応、そうなんですよ。はい、高いです。これが関西です。で、50本目ということなんですけど、まあ、まあ、それはね、本当に数字の問題でしかないので、まだまだ命ある限り、この先を目指して頑張りたいと思っている中、コロナで、大変厳しい目に遭いましてですね、しおれていたところ、この、骨太なお三方がですね、私に仕事をいただけるということで、ただもう自主映画だと、みんなでお金集めて頑張るんだっていうんで、2日間でですね、撮った作品がこれでございます。本当にうちわのギャグで終わるのかなと思いながら、全然そうではない、
なかなか深いテーマを私に与えていただきましたし、脚本の三浦も頑張って書きましたし、そして何より作った映画がですね、身内の自己満足に終わらず6カ国7つの賞をいただいて、かなりそれがいい賞をいただいて、いやー、はい、大阪のお客さんほんまありがたいね。ありがとうございます。本当にありがとうございます、はい、特にイギリスのニューキャッスルとこでは、はい、最優秀コメディ賞、そうベストコメディ賞、はい、髪型円形大賞みたいなもんですよ。違います、全然違います。絶対言うと思ってここで勘弁してください。ということで、じゃあ一言ずつ皆さんに自分のおすすめポイントを言ってくださいな。おすすめポイント、見た後で言うの。おすすめポイントと言いますか、本当に今回も全部が見どころ、本当にコメディとシリアスが常に押し寄せてくる、本当にまさに堤幸彦監督の真骨頂といった作品になっていると思うんですが、もうとにかく私たち今回プロデューサーをやりながら主演を務めるという、まあまあそうないスタイルでやらせていただいて、今だに残務処理してるわけじゃん。財務省と言いますかね、真っ只中でございます。だってこう、ね、公開が1月7日なので、それに合わせて私たちその宣伝活動、こうやって表に出ることも同時に裏でいろんな作業をしてます。さっきも上でね、小野さんのパソコンつ、あれは別の仕事です。あ、違うんです。すいません。福宮さんは、はい、この映画のおすすめポイントは。 ありがとうございます、私実はですね、声優をもともとしておりまして、こういった映りの、今日のスクリーン大きいですね、自分の顔より大きい、実物より大きい自分の顔を見るっていうのがものすごいびっくりな体験なんですけど、なんですけど、なんて言うんでしょう、結構顔芸してたなっていうのが私の感想で。いや、さすがに元ヤンだけあって上手です。ここでは通じますね、私西宮の阪急沿線の出でございますので、まあそのあたりは、まあ、皆様で判断いただける。それ分かる、わかりますよね。ほら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 、深くなっちゃう。でも それ以外に対するちょっと侮辱じゃないですか。いや、そんなことない、そんなことないですよ。その出身だとヤンキーじゃないってこと。ヤンキーじゃないっていうか、割と山手的な、お嬢様的な。自分で言っちゃったね。いや、でもそんな芝居からはそれが見えないんだけど、女優ですか。よっしゃ、決まった。ガッチリです。そうですね、そうですね、皆さん見ていただいた顔芸がじゃあ見どころということで、一つ、はい、はい、ありがとうございます、本当に、はい、そして大丈夫ですか、なんか怒ってます、大丈夫ですか。いや、見どころですか。大丈夫ですか。大丈夫です、大丈夫です。眼光鋭いですね。いや、それCG みたいな、CG みたいな顔してる。やめてください。喋りますから。見どころですか。見どころ何ですかね、監督。知らんよ。自分で言えない。なんも顔芸というかさ、ほら。私叫ぶところ、でもドラム缶アタックじゃない？僕もそうですね。叫ぶところよ。だって上にいて聞こえてたもんね。聞こえてた、聞こえてた。って言って、うん、あ、また叫んでらっしゃるな。一番好きなのはなんだかなっていう、あのシーン、私と広山2人でねーって言って、すごい動き揃えて綺麗にやったのに何にも入ってないですよ。入ってなくはないよ。苦情ですか。後ろ姿だけで、そう、うん、この人の顔に全部持ってかれたんです。なんでね、あ、この人の顔に持ってかれたんですね。そうなんです。なんでこんなことを聞いてるかというと、いかにこの3人がかしましいかということをお伝えしたかったわけで、サブタイトル、かしましき弔いの果てと、女3人でかしまし、まあ、関西ではかしまし娘ってね、もう本当にレジェンド中のレジェンドでありますから、勝手にお名前をお借りして、私、小学生の頃、かしまし娘の、ね、漫談みたいな、ね、漫才っていうか、3人だ、なんていうか、トリオ漫才。トリオ漫才、そうですね、大好きでね、三味線出てきては、日曜の昼にね、すっと笑ってたもんですけど、まあそんなこともちょっと思いながら、やっぱ女性の強さとか、それから本能的に持ってる、何か未来へね、つないでいく、そういう気持ちみたいなものがね、裏テーマとして描けないかなと思ってやらせていただきました。まあギャグも目立つ作品ではありますが、もしですね、ちょっとでも気に入っていただければですね、人にお勧めいただいて、いつから公開ですか。1月7日です。大阪も1月7日です。はい、そうです、はい、シネリーブル梅田にて、はい、
ここじゃないね。ここじゃないんです、すいません。梅田までぜひ。ぜひ SNS 等でもつぶやいて。本当にいい映画館で。ね、すごい素敵。50本記念特集上映をね、ずっとやっていただいて、この壁帰り見ててくださいよ。こっちにも名だたるレジェンドのサインが、ね、でも私もサインしてくれって言われて、はい、いやいやこんなレジェンドの横には並べませんよと言って、ごくごく端の方に控えめにサインさせていただきました。喉が渇いたらちょっと見つけられる。そうですね、喉が渇いた方は喉が渇いたと思うんですけれども、はい、じゃあもうお時間です、はい、監督が仕切ってくれる残念見どころ、先ほど監督が鹿島市三人娘っておっしゃってたんですけども、私さっきちょっとクールにね、ホテルのみたいに言われるんですけど、やっぱりこの2人が結構ぺちゃくちゃと喋ってる中で私結構客観的に見ちゃう部分があるんですけど、見事に三浦さんの脚本がやっぱり私お会いしたことなかったんですけど、うん、まるで当て書きかのように書いてくださったのはやっぱり本当に素晴らしいなと思って、私が伝えたかったです。 ありがとうございます。誰だと思ってるんですか。裏で力働いてたんですよ。なんてことを。この人こう見えてね、英語の先生でもあるんですよ。途中にね、マウントを取るように英単語をビャーって出てくる、いくつだらけとか、そうですね、この間イギリスのね、ニューキャッスル・アポン・タインにこの人とあの人とプロデューサーの紀藤がですね、3人で行ってコロナの、ね、をかいくぐり、オミクロン危なかった、陰性でなんとか通り抜けて、でも帰り飛行機ちょっと乗らせてくれなかったって大変だったわけですね。そう、証明書がね、トランジットに失敗するダメですって言われて。大丈夫ですか、オミクロンじゃないですね。大丈夫です、大丈夫です。ネガティブでしたので。もう1ヶ月近く、ね、はい、それぐらい、でもイギリスは苦労したと思うけど、僕らからするとモンティパイソンね、伝説的な笑いの作品を生み出した国、まあ、もちろんポップの全てのポップアートも含め全ての出発点オリジンがイギリスだと思うんだけど、かつシェイクスピアの、ね、近くの街で受賞した、どうでした人々は。見てイギリス人は見てどうだった。最初ね、やっぱり広山さんと一番後ろの方で見ていたんですけど、まあどんな反応されるのかっていうのは正直想像がついていなくて、で2人手を握りながら上映が開始するのを見てたんですけど、まあ爆笑です、皆さん。そう、こんなに笑ってくださるのかって思うからね、多分監督がお金を渡したのかなって思ったんですけど、赤いポッチが出たら笑いっぽい、やっぱり、やっぱりそうですね、だから本当にバラエティーで AD が出るみたいな続いてないかもしれないけど、3人面白い顔なんじゃないかな。おっと、おっと、国際的に言う、ちょっとどうしましょう、鏡誰かの、でも国際的コメディ女優っていいですね。あ、いいですね、うん、いいですね、コメディ、ありがとうございます。コメディ難しいですからね、よろしくお願いします。ちょっとまとまりのつかないことになってしまって、申し訳ございません、はい、ということで私たち4人とそれからたくさんのスタッフが、本当にこのコロナを吹き飛ばす気持ちで作りました、ツルースという映画でございます。さっきも言いましたけど、もし気に入りましたらたくさんの方にお勧めいただけるとありがたいです。ちょっとカップルで見に来るとちょっと気まずいことになるかもしれないけど、皆様大人のたしなみとして、はい、楽しんでいただける、爽やかなね、楽しんで映画として、はい、ということで今日は本当に最後までありがとうございました。ありがとうございました。ツルースっていう映画は3人のコロナで、スケジュールが真っ白になっちゃった女優さんが私に声をかけてくれたから始まったんですけども、まあ、実は私も本当にコロナ禍っていうぐらいで、いろいろ予定した仕事が全部なくなったりなんかして、まあ、そこでこう利害が一致したっても変ですけども、本来映画を作るっていうのはこういうことなんだろうなっていうのを、実は私この映画が50本目なんですけど、50本目にしてちょっと初めて気づかされてると言いますか、やっぱ熱のあるその
パワーのある人たちが映画っていうのを作るんだっていうのを目の当たりにし、まあ、その熱をもらう形でですね、僕自身も仲間と共に盛り上がった作品ですので、通常映画っていうのはいろいろな方にこう気を使ってですね、大人の仕事をしてやんなきゃいけない面もたくさんあるのに、そういうものも映画だけども、やっぱり本来 の、 その一番素直な情熱みたいなところをですね、50本目にして初めて自主映画という形で撮らせていただいて、まあ、僕こそ感謝っていう形の作品で、身内のこうなんかこうね、寒いギャグで終わってるかという危惧も自分自身の中ではちょっとはあるけれども、しかしイギリスをはじめローマをはじめ、6カ国7つの賞もいただきましたんで、うん、まあこれは頑張れよというのろしだろうということで、どんどん宣伝していきたいと思います。ぜひたくさんの人に見てほしいと思います。